にちは。あ、よろしくお願いします。ライターの中村と申します。あ、どうもよろしくお願いします。突然始まるんですね。そうなんです。はい、なんか打ち合わせするとあのいいことないんで何も。あ、はい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 。面白いこと大体楽屋で話しちゃうみたいな。はい、そのリピートになっちゃうんで、基本は何もやんないんですよ、ね。ということで、お願いします。お願いします。最近でもあのニュースとかで、その貧困女子とか、なんか、あの、歌舞伎町とか、なんか、いろいろホストとか、いろいろこう、なんか社会の闇的なところが、割と、なんか報道されるようになりましたけど。はいはいはい。なんかずっとそういうの取材されてるんですよね。あ、そう、ある程度詳しくて、あの、はい、一番詳しい人がやっぱり歌舞伎町ずっとベタつきの人がいて、そういう人たちの動き見ながら二次情報までいかないけど、僕たちがみたいな最先端で、ね、はい、あの裏物ジャパン、裏物ジャパンの人とかがもう歌舞伎町、裏物ジャパンの人、ね、そうなんですね。で、今月入ってからですね、突然もう本当に社会的な動きがあったのは1日からです。1日から、どういうことですか？11月1日から、大久保病院前って、あの、立ちんぼスポットが、あの、はい、封鎖したんですね。はい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 、はい。で、その10月、9月は警察が逮捕して、あの、動いてるだけだったんですけど、うん、それで11月4日に、あの、首刺す事件が起こって、11月5日に飛び降り、ゴジラビルからホストが飛び降りたっていうことが起こって、もう急に社会が動く流れですね。だから3週間。いきなりなんでこんな、ね、めくられたというか、なんですかね、こう、騒ぎになっちゃったんですかね。僕なんか、あ、こんなのなんかずっと前からみんななんか知ってることなのかなと思ってたんですけど、はいはいはい。テレビとかがやらなかったってことですかね。いや、ですね、立ちんぼがやっぱり立ってしまうっていうのが、一線越えたってるっていうのは僕もよく理解できるんですけど、去年の3月から日本人の若い女の子が立ちんぼ立ち始めて、それが売買ゲームに増えていって、今年の3月、最初、7、8人から始まったのが、半年ぐらい前に、多分100人から150人ぐらいが、立ちんぼするようになっちゃって、ちょっと異常な状態になったんですよね。立ちんぼがブームになっちゃったんですね。ブームっていうか、大ブームって言っていいと思いますね。あの、大久保病院前って歌舞伎町の裏側なんですけど、あの、誰も人が歩かないようなところだから立ちんぼが立ってたのが、もう縁日みたいに毎日毎日なっちゃって。手に入ってたんですよね。すごいなぁ。あれ、立ってる人たちってどういうマインドセットなんですかね。僕は見てると、やっぱり、その、頭が悪いって言ったらあれなんだけど、自動指数が低い人たちなのかな、というふうに思ったんですよ。その、今って、例えばわかんないけど、女の子が、若い女の子が稼ごうと思ったら、別に安全に稼ぐ方法なんかいくらでもあるわけじゃない。例えば、その、ライブ配信やってみるとか、ライブ配信なんか全くその相手に触れずに、うん、こう稼げたりするじゃないですか。うんうん。なんでそういうのやらないのかなと思ったら、まあバカなのかなっていう、まあバカっていうのはそのまあ情弱というか、あの知能指数が低いとしか思えないなと思ったんですよね。知能指数低いって言われてる子ももちろんたくさんいるんですけど、あそこまでの人数になるっていうのは本当に一般女性が立たないとあそこまでの規模にならなくて。そうなんですか。そうだと思いますね。それで僕は5、6人ぐらいは話聞いたことあるんですけど、僕が聞いた限りは普通の収入が低めの女の子でしたね。あの知能指数がなんだっていう感じでは全くなくて。で、あ、そうなんだ。今の20代の子が突然変わったのが、あの自分、あの起業するとは違うんですけど、今までのアダルトビデオとか風俗とかだと、間に男の産業で商品として扱われて、間に抜かれるのが多いんですね、その金額が。
で、若い子たち、突然そういうことは嫌だから、そういう親父たちにはお金抜かれたくないって言って、そういう直接、客と直接つながってっていうのをやりたがる世代ですよね。ああ、そういうことなんだ。で、そういう、そういう意識と、あとホスト狂いが8割ぐらいって言われてんだけど、ホストでお金作らなきゃっていうのが混ざって拍車がかかっちゃったみたいな流れですね。そうなんだ。じゃあ、その、効率悪いとかと思わないですか？いや、だから、それで変な親父、変な親父に値切られたりして嫌だと思ったら、ファンティアとか行くかもしれないし、風俗店の高級店とか。やりゃいいじゃないですか。だから、立ちんぼ以外でも、同人 AV と堀江さんもご存知だと思うんですけど、ああいうのをもう突然流行っていて、今までのアダルトビデオなんていうのはもう本当に相手にされてないっていうか、ああ、なるほど。だから、アダルトビデオの世界で、適正 AV みたいな話ができて、AV 新法みたいなのができて、DMM というか、まあ、ファンザがめちゃくちゃ独占してるって話聞きますけど、はい、めちゃくちゃ搾取されてる。メーカーによって違うんですけど、7割手数料取るから、もうみんな、もうボロボロですね。ねえ、そうですよね。本当に女の子に配るべきお金が全部ファンザだから、世界だなと思って、よくやってるなと思って見てます。でもファンティアでやってる子とかめちゃくちゃ稼いでますもんね。いい、そうですね。本当ね、脱がない子、脱がないでファンついたらめちゃめちゃ稼いでますね。まあでも脱いでる子たちもすごいですけどね。めちゃくちゃモザイク薄いですよね。だから、ファンティアみたいなことを DMM 中心の、なんだ、適正 AV っていう、いわゆる旧 AV、アダルト産業が、適正 AV って言うんですけど、適正 AV は適正 AV 以外出ちゃいけないみたいな、こう、なんていうか、規制を業界内でかけたりしても、もうもちろん、女の子がわかるの、時間の問題なので、もう歯止めが効かない感じですよね。いや、だから、このまま日本もモザイク解禁に動いちゃうんじゃないかって僕は思ってるんですけど。いや、まあまあ、そういうのは昔からね、みんな言ってたけど、まあそんなことはないんじゃないですか。いや、僕は動いてます。政治家にずっと言ってます。でも、あれですもんね、いろんな問題があって、モザイクあるないなんて優先順位の後の方だから。いやいや、僕ね、これすごく、そういうロジックを作ったんですけど、はい、だってどうせ海外のモザイクなしみんな見てるわけじゃないですか。はいはい。まあ、それこそだから、FC2 とか、うん、要は日本人が日本資本でやってんだけど、海外のサーバーでやってるみたいな、サービスにみんな流れてるわけじゃないですか。はい。それって日本の税収につながらないんで、だから日本の国府が海外流出してるんですよ。うん。でもそれ取り締まる術がないんですよ。うん。だから、その FC2 の代表のね、あの人は国際指名手配じゃないけど、されてるけど、はい、ドバイにいるから捕まえられないですよね。はい。しかもアメリカのあのグリーンカード持ってるんで、彼は。はい。だから捕まえられないんで、ガーシーはね、グリーンカード持ってないんで帰ってきましたけど。FC2 のオーナーは持ってるんで、日本に帰る必要ないから。で、そういう状況で国府が何百億とかいう単位で海外流出してるんで、それは意味なくないですかと。取り締まられないし、海外にただ流出してるだけだから解禁すればいいじゃないですか。うん、あと警察のメンツだけでしょっていうふうに、うん、これ財務省と警察の戦いにさせようかなと思って。ああ、はいはい。財務省結構強いんで、税務署持ってるし、はい、いや国税庁持ってるんで、強いんで、財務省が、おお、ちょっと警察さんね、日本の国府が流出してるから、これ、なんとかしてくれと、うん、モザイクがかかっててもかかってなくても一緒だろうみたいな、うんうん。だって実際それでヘアヌードってなくなったじゃないですか、うん、なくなったとか、解禁されたじゃないですか、はい。僕はあると思います、数年以内に。なるほどね。でも日本のアダルトビデオ、本当にこの20年ぐらいは、世界、特に中国でめちゃめちゃ人気だから、全部海賊版なんですよね。ああ、そうですね。
あれが正規版だったらもう本当に今みんな貧乏で苦しんでるけど大金持ちですね、皆さん。AV 業界は。うん。いや、そうですね。